について、よーいスタート。皆さんこんばんは。こんばんは。今週も始まりました、トヨタのご当地アイドルスタートがお送りするスタートのいつについて、よーいスタート。トヨタのご当地アイドルスタートのメンバー和久田あかりと牧野なぎさの2人がスタートの PR パーソナリティとなって、さまざまな人にグループの魅力やメンバーの素顔を伝えていく番組です。スタートのリーダーあかりんこと和久田あかりです。なーちゃんこと牧野なぎさです。はい、よろしくお願いします。はい、始まりました。聞いてください、なーちゃん。何ですか。なんと今日で、はい、このスタートの位置について、用意スタート番組が250回目です。やばいね、250回だって。およそ5年って、はい、なんかちょっと前に200回とか言ってわーってやったよね。あ、言ったよね。早っ。50回早くない？およそ5年ですって。やばいね。5年前はもうなっちゃんいた？いたよ。いたか。いたいたいたか。5年前は中2だ。中 2？ 何歳？何歳？あれ？18、7、16、15、14 14歳。14。うー、やば、若いね。私の5年前は19歳。若くないじゃん。おい、なんでだよ。だってうちより年上じゃん。今のうち、ね、そっか。やめろ。すごい大きい。え、でもだってまだ未成年だもん。あ、そう、キリキリね、うん、キリキリね、うん。やばそうだよ、19。あ、そっか、でももう社会人だったからね。そうだね。月日がやばいね。皆さん何してました？え、何してた？もうスタートしかやってないよね。中2、中学校とスタートの両立か。うん、私19歳の時まだあれだ、あの正社員、工場の正社員とスタート両立してたわ。やってたよね。やった、高校卒業して。そうだよね。え、ちょっとあの頭が派手な時期だったね。ああ、派手髪の時期。そう金髪みたいな。ね、ね、そうなるとね。ね、時代とともに。時代とともになるのかな。年齢とともにとか。ああ、それもあるかも。でもこのなーと2人でメインパーソナリティっていうのになってからは3年ぐらい。3年。それも長いよね。でも長い。そんな経ったみたいな。てか、あの、記憶力がないからさ、うん、もうこのさ、2人の体制の前をさ、あんまり覚えてないんだよね。あーチームごとにやってたんだよね。チームごとにやってたよね。だってなんか定期ライブ、うん、その駅前のやるやつの後に、うん、そうだよね。それは覚えてる。なんかめっちゃ夜までやってたなみたいな、うん、でも多分その時はそんなに物販を長くやってなかったんだよね。そういうこと？そういうことじゃない？多分8時ぐらいとかで終わってた。で、終わってたと思うよ。8時半とか、うん、そうだよね、うん、そんな気がする。だって9時までやって今から収録なんて絶対無理だもん。無理だよね。寝ちゃうよね、収録中で。そこ睡魔の問題ですか。やばー。ね、そうですね。まだずっとこの2人は継続できそうなので、ね、とりあえず次は300に向けて。そうだね、チェンジされないように頑張ろうね。まあでも清水さんももうこれに関してはさ、もう勝手にどうぞみたいな感じだから。そうなの。え、だって見にも来ないしさ。あ、そうだ、もう、え、そうだよね。最初らへんずっと来てたのにさ、来なくなったね。うん、あれやば。で、それから伸び伸びとやるようになってるから。ああ、そうだ。たまに聞いてるからさ。そう。車でさ、聞かれるときさ、めっちゃバクバクしない？後ろでヒヤヒヤするもん。うちも助手席でやべ、怒られる。そう、変なこと。この回何喋ったっけ？そう。なるなる。いや、本当にやばい。待って、これは、2月2日の放送だから、あ、スチール撮影だから多分大丈夫。あ、大丈夫ね、うん、聞かれない。明日は節分だし。おーおーおー、鬼になろう。鬼になるの？うん、出される側。違うか。逆だ。やめろ。はい、今日はゲストも来てるのでね、なーちゃんリーダーのソルからのメッセージですね。そうですよ。はい、ということで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージやコーナーへの投稿はホームページのトップページにあるメッセージフォームか、ラジオラビート公式アプリからだと簡単に送ることができます。ツイッターから投稿するときはハッシュタグシャープ1スタ、シャープの後にひらがなで1スタと書いてもらえれば OK です。それではここからのお時間は私たち2人にお付き合いくださいね。お送りした曲はスタートでスポーツソングでした。
めまして、和久田あかりです。牧野なぎさです。そして今日のゲストはこの二人。はい、光る瞳であなたを見つめちゃうぞ、キラ。大学3年生21歳、ひかこと斉藤ひかるです。ひぎか。はい、小さいけど頑張るーちゃん。中学2年生14歳、るーちゃんこと佐藤るなです。よろしくお願いします。るーちゃん。はい二人が来てくれました。チームソウルからね。そうです、なえちゃんリーダーですね。そうです。最近なんかまたなんかチームっていう感じなくなってきちゃってるからなんか覚えれん。あれだよね、うん、最近チームのライブがないよね、うん、そうだね。そうだよね。ワンマンでも1月6日にやったレニーの定期ライブ17の時も、うん、なんかさりげなくそう3部の時にそうそうなんか出てきた2曲だっけ3曲 2曲ぐらい2曲ぐらいだよね、うん、そうそうそうチームソルルアとかあったけど何もさ説明ないからさ分かんないよね。多分バレてないよね、うん、本当 に、あこのメンバーなんだみたいなぐらいだと思う、うん、そうそんぐらいちょっと薄くなっちゃってるんですけど、ちょっとラジオだね、うん、すごいかぶったそうそうラジオでね。はい、ひかはなんとラジオ2年ぶりだってで、なんかそんな感じしないんだけどいやでもすごいなんかあ隣にいるってなってるよ今なんか全然この前行ったことないみたいな感じなんだけど。嘘、なんかラビットの場所わかるってなったもん。ああ最初そうびっくり。だって2年前ってこと入ってちょっとぐらいだもんね、うん、いやでもね、なんか2年前のひかのラジオ、うん、なんか喋ってあんま喋ってなかったような気がするでしょでしょだってでしょ。ほらでももともとひかは静かだもんね。えでも今日は喋ってる前よりねもうこの時点で、ね、もう頑張る緊張してる。ルナは逆にね、前のソルの時にそうも来てくれて先週ぐらい、うん多分せおかしいな、まあ前のルアのもう一個前のソルトに来てくれてるから。ラジオ楽しいですか。楽しいおお曲がったよ怖いな危ない。お便り来てるので読みたいと思います、はい、ラジオネームタクトン、はい、あかりんなちゃん、ひかるちゃん、ルナちゃん、こんばんは。こんばんは。今愛知県でインフルエンザがとても流行ってますね。かくいう私も正月早々インフルエンザになり定期ライブ行けずにまだまだ未だにへこんでおります。そんな中でも一人もインフルエンザになってないスタートのメンバーたちはすごいと思います。若さと言われたらおしまいですが、何がこれっていう対策をしていた人はいますか、ということでありがとうございます、うん、ありがとうございます。そうなんだよね。そうだよね。愛知県か。もう名古屋のアイドルさんとかももうインフルエンザだらけで、ね、バタバタしてるよね。そう、うちらもやばいんじゃないってなってたけど、未だに一人も出てないもんね、うんうん、でもさ、うん、学校で流行ってない。今クラスに一人いる。あ、本当？なんかさ、うちさ1年生が学級閉鎖なってた。おお。1、2年がめっちゃ流行ってて、うん、でも3年は多分気をつけてるから、うん、みんな全然流行ってないけど、うん、そう今危ない。そんななっちゃんは元気あ、違うそれはわかるそれはわかるわ質問ね。そうなんかしてるってこと。なんかしてる対策は。あでも、はい、夜とかさ、うん、寝てる間にさ乾燥とかしたら喉からさ入ってきちゃいそうだから、はいはいはい、加湿器いつもやってるよ、うん、あいつも頭の上でやってるな。炊いてる。そうしかも今さなんかさ、うん、ペットボトルにさ、うんキャップでつけてさ、あ簡単なやつあるね。そうああいうのとかもあるからみんな加湿した方がいいと思う、うん、大事ですよね。大事。うん。私もドンキで買った安い光るやつ光るやつだよね頭の上に置いてる。あなんかさ言ってたよ、寝てる間に落ちてびしゃびしゃになりませんようにって。うん、そうあのベッドの上のさ、うん、なんか何頭のさ棚がついてるんだけど、うん、そこの隙間に置いてるから、うん、落ちちゃいそう夜にヒヤヒヤしながらやって、うん、やばそのうちなんかインスタのストーリーズにあげるかもしれない、うん、ビショビショになりましたって言って。ありそう。それは加湿器はつけてる。つけてない。つけてない。持ってない。つけてる。つけてる。偉い。中学の時は多分加湿器っていう単語知らなかった。本当に本当に
マジ興味なかった興味なかったでもさ、なんかさ、あれだよね、昔とかさ、なんか濡れ たバスタオルさ、干してた。あ、でもさ、合宿の時はやってた。あ、ね、やってたね。お風呂上がりにタオル濡らして、あの、干してた、真ん中に。乾燥してたよね。そうそう、やばかったから。やばかったね、あの時。はい、あと対策してますか、ヒカルは。じゃ、特にしてないけど、うん、なんかご飯を3食食べてたら、うん、風邪ひかないなって思う。あそれはあるかも。うちもめっちゃ食べるもん、ね、うん、ご飯か、大事だ、大事、絶対食べる、3食、ね、昼は、それは大切。おー、すごいとこ来た。ルナはずっとマスクしてて、あ、偉い。あの、最近はあの顔にシュッてかけて、うんうん、なんかバリアしてくれるやつ。はははは、は大切、偉い。マスクね、マスク嫌いなんだよね。うちもしてないね。わかるわかる。で、マスクすると前髪がさ、うん、あの巻きが取れちゃうじゃん。女子力高い。そこで急な女子力だけど。思わない？なんか、え、ワンマンのさ、そのレニーのワンマンの時とかは学校でしてたんだけど、うん、なんか髪の毛 の前髪の巻き取れすぎて。そのみんなが使ってるあの前髪カラ ー、そう買おうって思って、そう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 、それで思った。うちが買わされたやつね。そう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 、笑うだよ。インフルか、あ、どうだろう。私も年末年始は、うん、なんかわかんない、聞いてんのか知らんけど、うん、お酒はやめとこってなった。あなんかわかんないけど、わ、うん、かる、これ、いや、まあ、ためになってないみたいな、うん、だけどなんか喉もダメだなと思って、うん、それ乾燥とかもめっちゃ我慢してた。お酒、うん、飲むのを我慢してた。そうだよ、ね、今はそんなことしてないけど。でもやっぱスタートはレッスンでめっちゃ走ってるし、うん、体力がついてるから誰も出なかったんだなって。汗かくしね。そうだから、みんな運動してください。そうだよ、体動かしてください。寒さに負けず。そうですね、はい、はい、じゃあ次のお便りいきたいと思います。はい、ラジオネーム素直ニードルさん、はい、こんばんは、はじめまして。初めてメッセージを送ります。今日はひかるちゃんが見えるとのことで、今メンバーの間でも旬な運転免許などのことについて聞きたいです。自動車教習所でのエピソードや、将来乗りたい車、行きたいところなんかを聞きたいです。ひかるちゃん、運転免許取得に向けて頑張ってね、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。メンバー間で旬っていうか、ユリアが取ったぐらいだよね。そうそう、ユリアが取ったぐらい。ユリアが取るのにすごい時間かかって。そうだよ、約1年って言っていいほどだよね。うん。そう、期限が1年で、やばいって言ってたから、うん、そう、私も送り迎えしましたもん。うん、ギリギリ取れたんですけど。ヒカも通ってる、通い始めたんだよね。うん、通い始めた。今んとこ順調ですか、うん、順調。おぉ。だけど、あんま行けてないから、進みが遅い。え、あ、取るのの、そうそうそう。なんでバイト、大学か、大学とか、うん、でも混んでそう、うん、今混んでるし、そうだよね、予約とかもね、取れないし、そうだね、この時期か、うん、そう、みんな取るよね、春休みになるし、うん、そういうことね。だって学校でも友達とかめっちゃみんな行ったりしてるもん。そっか、高3、うん、も就職決まってたらもう行けるんだっけ。そう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 、もう取れるから。乗りたい車あります？車ね、全然わかんない。わ、うん、かんないよね。うん、わかんない。今の子本当に興味ないよね。でもなんか、この前なんか、浜松に行ったじゃないですか、遠征で、はい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 、その時にパッて横に止まってた車可愛いなって思った、うん、なんだっけ、ココアみたいな、あ、うん、可愛いなって思った。すごくない？すごいね、すごい思い出した今。車の話題。あ、でもうちは思ったのは、うん、なんか可愛さより走りやすさがいいなって思った。本当？うん、ココア迷ってたもん、うん、でラッパーにしたんだけど。そうだよね、似てるなって思った。そうラッパーと。そうだけど、今の車にしてから、うん、ダメだよ、若いにも走りやすい車にしちゃね。ダメだよ。進まないもん、K、でも普通車がいい、 K がいい。K でいいよね、うん、だけどターボついてた方が走りやすいから、あー、ブーンってなるやつ。大切。そう、走りやすい、めっちゃ高速とか煽られない。あー、そっか。K 押せーなーって煽られないんだ。ダメだダメだ、こんなこと教えちゃダメだ。そうだよ、ダメだよ。行きたいところ、まあでも行きたいところは、でも今だったら他の子持ってるから行けるよね。うん、ね、乗せてもらって。そうだよね。そうか。そう、今の子車に興味ないんですよ。うん、うん、皆さん、え、昔はあったの？昔の人は
俺らの世代もないよ。あ、ないの？もっと上。もっと上？車ブーム。あ、じゃあお父さんお母さんだ。ほら、車が好きな人が多いの。そう、多いみたい。へえ、そうなんだ。でもね、乗れればね。本当トヨタは車ないと住みづらいんで。うんうん、そうだね。とりあえず取るっていうことだよね。うんうん、頑張ってください。頑張って。みたいに1年かからないように。そうだよ。頑張れ。頑張って。はい。お便りラスト。ラジオネームひろきちさん。はい。あかりんなっちゃん、ひかさん、るーちゃん、こんばんは。こんばんは。るーちゃんが先日髪を切られましたね。とても素敵です。皆さんが挑戦したい、してみたい髪型はありますか？ということで。うん。そう、何センチ切った？え、約30センチとか。やば、そうだよね。え、でも絶対そっちの方がいいと思う、多分。すっきりした。うん、あのアーシャをさ新しくしたじゃん、うん、その時にさ、あのツイッターのトップガンにする時にさ、うん、もうルーナさ髪の先見えてなかったから長すぎて。あ、長すぎて。そう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 、やば。だから急に切ったからおおと思って。え、だってさ一番最初の時は短かったよね、うん、そっから伸びてって伸びてって伸びてってやつ、ね、ずっと伸ばし続けてて。そう、ね、そういうこと。そう、え、そんなに。え、そうだよね。もう短かったよね、うん、結構短くて、うん、ずっと伸ばしとって2年でそうかかった、あの腰ぐらいまでいって。そんな伸びる？うん、2年間伸ばし続けたらそこまでいくんじゃない？か、うん、やりたい髪型ある？で切ったばっかだからもうこれでいいよ ね髪型、え、なんかボーイッシュみたいにやってみたいなって思うけど、もっと切りたいってこと？うん、なんか、切りたく、一回切ったら切りたくなっちゃいそう。もっと挑戦してみたくなる。私そうなんですよ。あ、まだ、まだ切りたい、まだ切りたい、ま、ユリアより本当は短くしたかったの。やば、ベリーショートぐらい、うん、だけどクセ毛だからちょっと無理って言って断られたから、うん、でももうちょっと短くしたいなと思ってます、結構止められる。あ、髪の毛、うん、男になるよって、やめなよって言われるの。そう、でもまあよしで、うん、なあちゃんあります？なあちゃんはやっぱりあの大学短大生になるので。あ、そうですね。そうだよ、やっとあの止めれるんだ、学生からあの飛び出すので。大学生も学生だけど染めれるから、うん、そう染めるんだ。え、一回染めたくない？そうだね、一回染めて、あ、まあいいかなって思ったら別に染めないけど。そう、もう染めないけど。とりあえずね、そう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 。ヒカは？逆にルナ切ったけど伸ばしたい、うん、あ、ヒカ短いよねずっと、うん、最近短いし髪色めっちゃコロコロ変わる、ね、うんうん、なんかさ毎週さレッスンの時に髪色変わってたよね。変わってた。わかる、色落ちしてだよね。なんか毎週変わってたもん。あれ変えたってなっていつも落ちたみたいな、うん、そう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 。まあでも髪型ないか面白いからね、うん、皆さんちょっと、ね、みんなのでもショートブームだからね最近。もみんなショートじゃない？でもさ口元さ、なんか流行り、流行りだよ、流行り、ね、そう、なんか流行ってるよ、ね、冬だけどショートみたいな。だよね、流行ってる。可愛いよね。でもなのかな、ありがとう。違う違う、やばい。はい、今日はゲームがあるのでね、はい、行きましょう。普段のトークや取材対応でスタートはしっかり喋れるとみんなが思う滑舌力を身につけようというものです。はい、お題は箱の中に入っているものから一つずつ引いて決めます。お題の書いた紙に書いてある回数を繰り返して噛まずに言えれば成功、2人が成功できればクリア、うまく言えたかどうかはディレクターが判断しますということで。はい、
本当苦手。はい、どうやろう。ちょっと待って、うちも苦手だよ多分。誰から行きます？口回らない日だと思う。ゲストの誰からいきましょう。そうだよ。そうで。うわ、でもなんか早口のイメージないな二人とも。え、絶対言えなさそう。ヒカとか。はい。じゃあ行きますよ。それでは引きました。お題を発表してください。国際航空業務再開の日。何回？5回。おお、長い。多い多い。いきますよ。それでは行きましょう、はい、スタート。早口選手権、よーいスタート。国際航空業務再開の日。国際航空業務ダメでした。全然ダメだった。これはちょっとね、予想通りだったよ。漢字が難しい。じゃあ次ルナ、よいしょ。はい、それではお題を発表してください。この寿司は少し酢が引きすぎた。5回。おお、なんか酢が多い、ね、嫌いなんだよ。5回。よ、それでは行きましょう。スタート。早口選手権、よーいスタート。この寿司は少し酢が引きすぎた。この寿司は少しブブーダメじゃんこれ。ちょっとやばいよ。次とか、いいよ。さあ、やばいやばい、時間が。お題は聖徳太子大したことないし5回。おー、これ今までで一番マシ。え、わかんない、いけるよ多分。赤いはい、いきます。早口選手権、よーいスタート。聖徳太子大したことないし、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 聖徳太子大したことないし。やったー、さすがや。いいじゃん、言えたじゃん。あと一人。わかった、なあちゃん決めろ。頑張るわ。え、ルルルルなるな、ルルルルル。何これ、遊んできたな。ちょっとたまに遊ぶよね、遊び出てきたな。これ5回だからちょっと頑張るわ。じゃあいきますよ。よーいスタート。ルルルルなるな、ルルルルル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 ルルルルなんかねえ、何これ。メイド喫茶にいるのかなみたいな。メイド喫茶にいるよ、なんか多分これ。なんかオムライスにおまじないかけてるかと思った。ちょっと滑舌悪い人みたいになっちゃったし。ちょっといけちゃったじゃん。2回できたよ。イエーイ、クリア。え、うちらがなんか成功しちゃった。そうだよ、そうだよ。ゲストの2人、ゲストの2人。もう1回いけるって。1回、頑張って。1回しかやってなかったから。よし。あ、なんかさあ、お題は磨けば光る、日々日々光る。おお、自分で弾いた。いいじゃんそれ。頑張って、ひか。いくよ、はい、よーいスタート。磨けば光る、日々日々光る、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 磨けば。イエーイ、言えた。いけるいけるいける。ルナ、だって2回クリアだから、もう1回やったら2ポイントもらえる。え、本当に？よいしょ。でしょ？2月2日は情報セキュリティの日。難しそう。絶対ちょっと難しそうだよ、それ。頑張って。よーいスタート。2月2日は情報セキュリティの日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 。おー、やったー、やったー。え、初めてじゃない。ね、ということで2ポイント。イエーイ、初めてだよこんなに成功できたの。ね、はい、ということで今回は成功ポイント2ポイントおで、あとは2、なんと10ポイントいったんじゃない。イエーイ、いきました。11ポイント目になりました。イエーイ、すごい。これなんかくれるやつだよね。やったー、楽しみにしてましょう。次回ぐらいにもらえるはずです。はい、ということで皆さんからのお題もお待ちしています。以上、スタートパワーアッププロジェクトでした。スタートの位置について、よーいスタート。スタート
の位置について用意スタート。そろそろお別れの時間となりました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組への感想や私たちへの意見、そしてコーナーへの投稿も大募集中です。メッセージやコーナーへの投稿はホームページのトップページにあるメッセージフォームか、ラジオラビート公式アプリからだと簡単に送ることができます。番組の感想などはツイッターでも OK ですので、投稿するときにハッシュタグを忘れずにつけてください。ハッシュタグはシャープの後にひらがなで1スタです。たくさんのメッセージをお待ちしています。はい、ということで、はい、ですね、1月23日、水曜日は、なんとディレクター奥の誕生日でした。ということで、プレゼントを用意しました。おめでとうございます。おめでとう、マジです。奥おめでとうございます。いつもありがとう。いつもありがとう。あの、子供2人目生まれたじゃないですか、もうだいぶ前だけど、うん、だからあのファミリー用にお友達に頼んで買ってきてもらったんですけど、うん、ミッキーのボディ、うん、違う、ハンドソープ、うん、で泡が、ミッキーの形の泡が出るの。絶対喜んでやってくれるよ。子供も喜んで手を洗うと思うので、ぜひ使ってください。イエーイ、はい、イエーイ、おめでとう。はい、来週もね、チームソロからヒカルとルナが来てくれるので、はい、来週もポイントいっぱいゲットしましょう。イエーイ。楽しかったですか？楽しかったです。お、あ、よかった。だから元気元気、めっちゃ楽しかったです。よかった、よかった。それでは今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は和久田あかりと牧野なぎさと斉藤ひかると佐藤るなでした。来週も聞いてね。バイバーイ。